今日のご理解です。池上根高大臣三好へより。ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて死ぬる時には日柄も何も言わずにかけって祈る。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて死ぬる時には日柄も何も言わずにかけって祈る。大坪宗一郎氏ミニご理解より。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死ぬ。新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物腫れ物ところ嫌わずというが、信心しておればところを嫌わしてくださる神様。生きるも死するも送り合わせを願え。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死ぬ。新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物腫れ物ところ嫌わずというが、信心しておればところを嫌わしてくださる神様。生きるも死するも送り合わせを願え。今朝からフェイスブックに友達リクエストが来ていました。全く見ず知らずの方でした。さて、どうしたものかと思わせていただきましたが、ふと私の師匠大坪宗一郎氏の見教えを思い出しました。それはこうです。来る者は拒まず、去る者は追わず、流れ川三尺というものです。ですから私はこの見ず知らずの方の友達リクエストをアクセプトすることにしました。大切なことは教えを実験してみるということですね。さて、どうなるのかは分かりませんけれども、とにかく師匠の教えを実験してみることにしました。どうぞよろしくお願いいたします。